週間天気をお伝えします。25日の夜から26日の朝にかけて関東では雲が広がり、雨や内陸では雪の降る可能性があります。その後各地雲が広がりやすくなりますが、27日28日は冬型の気圧配置、特に日本海側の地域では雨や雪の可能性がありそうです。路面状態の変化や悪化にお気をつけください。また週末以降ですね、日曜日から月曜日にかけては本州の南岸を前線低気圧が通過する影響で、太平洋側の地域を中心に天気が崩れる可能性があります。雨のアイコンや雪のアイコンなど現在表示はされていないところも多いですが、今後の情報に十分に注意をしてください。また各地この時期らしい寒さが続いていきそうです。詳しいお天気の情報はお天気アプリウェザーニュースでご確認いただけます。ぜひご活用ください。